ステファン対風この波と、はい、開幕コンボを決めて、うわーうまい、フェアログのこのめくり、あーダメージ大きく奪ってきたのはマブセン、ハイジャンプ逃げを警戒した N4 からの空中投げだが5番で暴れて何も起こらなかったが、うわーお総裁の2を狙ったが、これはシキリスとジャンプミーの同時ヒットで無効化されてしまう。はい、無内を重ね、ジャンプミーはガード、さあここでジャンプエーカーの引っ掛けでコンボきっちり繋いできたトキビト、うわーうまい、2段ジャンプからの中段、さあ無内を重ね、ジャンプミーから 2B2C、 さあ早手、おっとだがここで前川キャンからの2位で相手のハイジャンプを潰してきたマブシン、さあこれはまだ分からないか、はい2位、うわーおっと、うわーすっげー、うわー激しい、あたーが、うわまだ分からない、あっとガーキャン 4D に2周の持続が重ねてしまった。今の激しい攻防をなんとかカーの制してきたのはトキビト、うわ今の面白かったな、はい、さあ B、 さあ1本目とは違い落ち着いた立ち回りから開始、いいから、おお、トイン総裁キャンセル2位で打ち上げて剣舞で締めていく、2位で相手の先登りを警戒している、これこの破壊素晴らしいですね。ただがあともうジャンプエが決まる、まあレギュレーションはそうですね、はい、この E チームはもう出場決定です。はい、あここで確定ガードの C ゲーム派生が決まり、さあこれは1-1なり、ジャンプ B 対ジャンプ B はお互いに5分といったところか、あっとこれ5位の空振りに後手もさせなかった。雷を使うと分かっていながらじまじま追い詰めて、ここで受け身狩りのためのこのスペシャルだが、受け身は取らなかったマブシン、だがダメージは12分に入るのがこの技、さあこれで11800体力を約半分奪うという凄まじいダメージでターンを握ってきているのはトキビトか、エクステンドパンは凄まじいダメージだね。さあ2位が決まり、新昇竜からフェアログそしてコンボ、ダメージを4割近く奪って、なんかおっとこれはうわーすごい、これはすごいぞ、これはすごすぎる、雷を当て身で相手の前にワープし、その硬直に風ハート対エコオートエコですね。はい、開幕ジャンペイから、おっと痛い、ジャンプ E で体力6割近く奪ってきた、さあこれもうちょっと惜しいな、空中ヒットから昇竜拳の使いで、これは母の鉄拳が漏れただけでしょうか、うわーパワーゲージがないためにガーキャンができない、そこに連続ガードと空間不動を刺すという合格プレーで、さあ1本選手にしてきたのは岩尾、さあこれバースト竜巻巻いて、竜巻じゃないシッキーです巻き、ジャンプ E で叩きつけてジャンプインで転がっていく、じゃあこれはガード、はい、おっと、さあ1本目の展開からなんとかできるか、な画面が明るくなりましたねはい、竜巻から5位、さあ風の5位は風の E 攻撃はジャンプキャンセルが分かるというね、さあこれ2位から2位、さあそしてエクステンド状態でのシングルエクスプレス、さあ5位から空投げ、さあ空投げ対策ができている、昇竜から N4 昇竜、そしてまたも N4、 最後は殺してくれるか、うわー降りていってジャンプイール叩きつけて、重力が相手を凌駕するのか、さあ決勝戦最終試合、雷ハート対風コロハ、はい開幕5位、そしてクリーオフからカウンターヒットなのでコンボに行けてしまうというジャンプ 6B からジャンプ勝利、これで開始5秒で体力6割を奪ってしまったドキビト、受け身に昇竜拳からエクステンドコンボ、圧倒的な試合内容で一本選手してきている、さあこうなった岩は強い、だからこれジャンプインのめくりが決まる、ここからトキビトの逆襲が始まる、ジャンプインから5位総裁、そしてこの葉のジャンプインは3筆のためにハートのジャンプインの立ち入れでは勝てないので
逃げていく。ただまあここでああカップランして、さあ雷総裁にジャンボビーを突き刺すものの、なぜかハートのために今浮き上がってしまうので反撃を見せてしまった。ジャンペイから投げ、これはお互いに抜けていく。ただジャンペイからおーっと早草切りで強襲していくが、この引っ掛けからのリターンの高さが岩尾の魅力。だがこれガーキャン、後ろ受け身からの早手突きで一本取り返して、まだ分からなくなってきたこの試合。さあこれ最終ラウンド、泣いても笑ってもこれが最後。あーっともういいのかな、ブリンキーが刺さりバスト。うわー、おは汚ねえ花火が。さあこれはもったいないことをしてしまった。トキビト、これがどこまで響いてしまうのか。さあこれで押さえかかっていく、ピタッと引く、竜巻を重ねチキでしてダウンを選択しているのは岩尾。竜巻重ねジャンプ B でダメージを奪ってきた。ここでファルクスを重ねバースト回復を図るが、前側キャンからシーテック、このシーテックは飛び道具を全部跳ね返す先生の。さあここで小足からのコンボが決まり、ジャンプ E で叩きつけてフェアロック設置。さあコーナーはガードきっちりガードしている。さあさあ前側キャンの距離を離し 3B タイク。さあジャンプ C から絆で締めて、ムサキャンからのジャンプ C、これはガード、これ相方ゆえの読みといったところか。さあここで互いに総裁が起こって敗着ガードで、これは勝ちにしている、2位が決まる。だがバーストまだバーストが残っていた。おっと、うわあ相手のクリーンオフに総裁からの役目を遅れて勝利したのはトキビト、優勝したのはロリコじゃないけど証券の結婚したいチーム。はい、トキビトさんとマチキンさん、トキビト、はい、ではお二人に優勝コメントを聞きたいと思います。いやね、まあ誰のおかげで大きく取れたかを教えなきゃいけなかったんでね、ちょっと本気出してしまったよ。まあトキビト君がなんかね、おめえ返上したいって言うからわざととなんか岩尾に負けてあげたんだけど、俺が岩尾に負けるわけないじゃん。